Salut tout le monde, c'est Blood. On se retrouve pour Yakuza 0 et donc on s'était arrêté caché. Hein. Moi j'ai pris des boosts de vie en attendant. Donc voilà, on va attendre. À tout là-bas, d'accord. Ok. Donc on va faire tac 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 et après on fera tac tac tac. Ouais, on va faire comme ça. Par contre là, si je vais tout droit, je sais pas s'il y aura du monde ou pas, on verra bien. Mais à mon avis, je vais devoir passer par là. Donc voilà. Yoshikune. なんで急Mais ils sont chiants en fait. On a eu des. Moi, il t'a non. Ouais. Ah vous n'avez qu'à le aussi l'ignorer. Je suis bloqué. Je vais combattre du coup. Y aller. Ah, du coup, il bouge pas, mais est-ce qu'il bouge vraiment pas?
危ないから後ろにおれ。ah, je suis obligé. Je sais pas s'ils sont buggés ou pas, mais j'ai été obligé.後ろにおれ。どうやっちゃう。静かに。あの女どこ行ったんや。金ならあって。あいつらどこや。ねえ、声出したアラン。暇やな、しごいや。ほな行くで。もう行ったの？C'est juste.行くで。こっちや。おい、危ないから後ろにおれ。うん、わかった。
い。ちょっとどこまで走るの。ちょっと黙っとれ。こいつら倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。行くで、ついてこいや。こっちやろ。おぉ、c'est pas fini。おい、危ないから後ろにおれ。こっちやろ。ほな行くぜ。もう行ったの？あかん。こっちや、階段降りるで。え、階段？ちょっと待って。んな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。よし行くで。おい、危ないから後ろにおれ。あとはここを突っ切れば、奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな、兄さん。誠ちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前は、ここでじっとしとけ。誠ちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。お前ら何も言えん。なんであの女狙うとる。お前、そんなことも知らんと、あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと。
お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。くっここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ、どうしてこんなことに。始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐
キリュウの運命を大きく変えようとしていた。それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけどな。そうだな。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話や札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が街を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだよ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後喫茶アルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な堅気に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な堅気の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか。新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。
贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。OK, bon, on va sauvegarder. それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことは。センスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。それは別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った形にしたてやいやつだ。いや、殺すぞ俺は。後悔するなよ。昨日頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだったか。ああ、たよ殺すぞ。やんねえか。着いたぞ。ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ、無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが仇ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどくせえ。それじゃあ、これはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピーク度で意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。
よ、これでどうだ、錦。くっ。何笑ってんだよ。いや、やっぱ何着てもまるで肩着に見えねえと思ってよ。ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。これでいい。え、おい、いいのか。全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか、よし、わかった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで、兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。あ、はなから俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそりゃ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ、立花不動産の。なんてやつだっけ。織田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当起きてる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。Ok, bah allons-y. Du coup. Ok, c'est pas loin. よう、来たが、待ちくたびれたぜ。おだ。酸が抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにする奴がどこにいんだ。大体お前、その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ？そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか。立場の不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせて。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、いらたく言いや、立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安い。
けどこいつを競り落とすとその戦友屋がどっからか湧いてくるんだよ。で自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも戦友屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。戦友屋はせしめた立ち退き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになっている。それじゃあその戦友屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いやそうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。その時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと戦友屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。キリュウ君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまりなめた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。Alors, il y a quoi comme table? Je veux pas celle-là, moi. Donnez-moi une. Ouais. Pourquoi pas? On va prendre celle-ci. Yush, この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。Bah, le plus proche. さすがに下里上桜井は知っていたか。偉そうに奥に座りやがったらどうしようかと思ってたところだ。上下関係を重視するのは極道も同じだ。誰がどこに座るとか常に気ぃつけてねえとぶん殴られるだけじゃ済まないからな。経験が生きたってところか。その調子で気ぃ抜かずやってくれよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああそうだ。je veux rien。いや、今は何もいらない。注文はまた後で頼む。かしこまりました。ほう。なんだ？何か文句でもあんのか？いやいや、見直したよ。俺はてっきりお前が先に注文するんじゃないかって思ってたもんだからさ。客を待ちながら優雅にコーヒーすすろうなんてマナー違反やらかしやがったら、ぶん殴ってるところだったよ。だがそこは元ヤクザってだけのことはある。礼儀に関しちゃ厳しくしつけられてるんだな。あ、おい来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも山根さん、お久しぶりです。ああ悪いね小田さん、なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。
立花不動産の桐生です。いいぞ、名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど、お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし、そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ1万払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください、うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやこいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、桐生くん。ああそうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやーさすが立花不動産だ、やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに。天下一通りにある杉田ビルです。わかりました、あとは我々にお任せくださいな、桐生くん。ああ、ouah la classe.話は分かったな。要するに占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ君、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。あ？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。
またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら、杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃ、また後でな。ああ。Ok, donc en gros il sait pas trop c'est. Donc les loulous, non se laisse là. Moi je vous dis à plus tard, bah pour la suite, hein. Bye bye.